こちらに並んでおります麹、なんと。おすすめのね、塩麹ね。はい、べっぴんきんチャンネル、鈴木ひろみです。はい、このチャンネルはですね、日本の国菌の麹菌のべっぴんきんというふうにですね、お伝えしてまして、皆さんにわかりやすく麹のことをね、お伝えするチャンネルになっております。では本日のテーマは塩麹完全版となります。では塩麹作りのですね、ポイントをお伝えしていきたいと思います。はい、まずね、塩麹の材料なんですけれども、お塩とお水と麹、この3つで塩麹はできています。すごくね、簡単なので、なんか塩麹なんて作れるの？っていうふうに私も昔は思ってたんですけど、めちゃくちゃ簡単なので、ぜひね、一緒に作っていただければと思います。はい、まずはね、お塩の選び方についてね、お伝えしたいと思います。海の精というこちらをですね、私は使って塩麹を作っているんですけれども、このお塩のポイントはですね、海の精と書いてありますので、海の海水でできたお塩になります。で、こちらでですね、平釜製法と、あとこちらに天日っていうふうに書かれてるんですけれども、平釜製法という製法で天日干しされたもの、一番ね、自然の形で作られているお塩という形になります。お塩ってね、本当にピンキリでいろんなお塩ありますし、価格もね、すっごいいろいろあると思うんですけど、薬液とかでね、抽出できるお塩とかもあるんですよ。これはね、天日と平釜製法って書かれているものは、一番ね、安心できる自然の形で抽出されているお塩になりますので、ぜひこちらをね、選んでいただくといいかなと思います。ピピピピ。はい、では塩麹の作り方について説明していきたいと思います。塩麹をね、作るにはこちらの麹ですね、こちら生麹ですね、白米の生麹と、あとお塩、先ほどのですね、海の精ですね、そしてミネラルウォーターをご用意いただければと思います。そしてですね、これをね、塩切りというのをね、やっていただくといいかなと思います。で、ボウルの方にですね、麹とでね、麹ってこうちょっとね、塊があったりするんですけれども、これをね、お塩と一緒にね、塩切りをしていく場合は、もうここでですね、ほぐしていけますので、手を使ってね、こういう形でこれを崩しながら、はい、塩と麹を一緒に塩切りという形で、こうね、麹はバラバラにしながら、ご自身のね、手の常在菌をね、こうするとね、塩麹の中にね、入れることができるので、皆さんの腸内環境にね、合った塩麹をね、作ることができます。はい、こんな感じでね、塩切りをしていただきます。はい、そして今日はですね、こちらのね、塩麹のレシピはですね、麹 100g、 そしてお塩 35g、 そしてですね、ミネラルウォーターはそれを足した 135g という形がね、一番覚えやすいレシピかなと思うので、そちらのね、半量で今日はね、作らせていただいてます。半量だとこのぐらいのね、量になりますね。はい、で、全部がこうバラバラになって、しっかり塩切りね、はい、していただいたら、こういったね、瓶ですね、瓶の方に入れていただきます。で、煮沸消毒をしていただくか、もしくはですね、こちらのバストリーゼというのがあるんですけれども、こちらで消毒していただいても大丈夫です。はい、で、これをですね、入れていきます。あ、こぼしたよ。こぼしちゃいますね、私はね。いつもはね、もっとね、雑な感じでやっておりますので、こんなちっちゃい瓶にはあまり入れないんですけど、はい、皆さんね、最初にやるときはもっと遅いね、これ。はい、でもただ塩と麹を合わせただけなので、はい、入れていきます。難しいね、難しいよ、みんな難しいよ、こぼしてるいっぱい。すいません、不器用なんです、私本当に不器用なんです。今ね、不器用な私でもね、麹はできますんでね、皆さんできますので、ぜひね、やってください。で、ここにいるね、お塩はね、ちょっと全部
なるべく入れたいので塩分濃度ね変わってきちゃうので入れていきます。でね、お水先にここに入れてからねやっていただいても大丈夫です。今塩切りをして瓶の中にね入れました。最後にねお水を入れていきたいと思います。はい、ミネラルウォーターね 67.5g のミネラルウォーターをこちらに入れていきます。はい、お水をしっかり入れた後ねしっかりね混ぜ混ぜしてください。これねお塩が瓶の底にね残ってますのでしっかりとねお塩が全部溶けるの結構ポイントになります。塩分濃度ね塩麹はとても大切なので、はい、しっかりとね塩が溶けてないと塩分濃度が変わってしまいますのでしっかりと混ぜ混ぜよくねしていただければと思います。はい、そしてですねこの塩麹ねだんだん味が変わっていきます。なのでね1日1回こういう風に混ぜ混ぜしていただきたいんですけれども、その時にねお味見もぜひぜひしていただければと思います。ね、そのままでも食べられるのでお塩とね麹とお水しか入ってませんのでぜひぜひ食べていただいて見ていただければと思います。でこれね混ぜ混ぜする1日1回していただいて1週間からね10日で出来上がります。で出来上がったあとは冷蔵庫に入れていただければと思うんですけれども、夏だとねちょっとやっぱりあったかいので、あとお部屋がねあったかいお部屋だと冬でも早く出来上がりますね。はい、で美味しいなと思うお味になったら、はい、ぜひね冷蔵庫に入れていただいてそこから 2,3 回ですね持ちますので結構たっぷり作ってねいただいてもいいかなと思います。あとこういう風にね混ぜていくとこの辺にこういう風にねくっついたりするじゃないですか。これでしっかりお水の中に入れていただくのがポイントになります。でお家ではですねこういう感じで蓋を閉めるんじゃなくて乗せていただく。で1日1回開けて混ぜ混ぜ、なんでよかったらお味にしていただければと思います。はい、塩麹ねすごい簡単ですのでよかったら作ってみてください。はい、では麹の選び方の説明をねさせていただきます。こちらに並んでおります麹なんと7種類もありますけれども、皆さんねよく見る麹とか知っている麹っていうのはねスーパーでよく見るこの都麹っていう麹がすごく多いかなと思うんですけれども、実はね麹ってたくさんあるんですね。で今日はこのね7種類の麹ですねのお話をしていきたいと思います。まずですねこちらのね6個はですね全部生麹って言われているものになってまして、でこちらが一つね乾燥麹が入っております。まずこれはですね白米の麹なんですけれども、白米に黄麹菌という菌をつけたものがこの白米麹ですね。はい、そしてこちら、はい、こちらはですね玄米に黄麹菌をつけたもので玄米麹というものになります。玄米もね結構乾燥麹でもあったりするので、こちらの乾燥麹はね今日は白米ですけれども玄米のものもあります。こちらはね生麹になります。でこちらはですね麦、大麦ですね、大麦に黄麹菌をつけたものが、黄麦のね麹になります。はい、そしてこちらのね3つの黒麹の方なんですけれども、こちらは白米に黒麹菌をつけた白米の黒麹、そしてこちらが玄米に黒麹をつけた玄米黒麹、そしてこちらの真っ黒の子がですね私もこれ大好きなんですけれども、麦にですね黒麹菌をつけた黒麦麹になります。はい、そしてこちらがね乾燥麹という形で、こちらの都麹はですね半生麹というふうにね表現されることが多いです。半分生で半分乾燥してるっていう形でね言われることが多いんですけれども、今日は塩麹の作り方ねご説明していきたいと思うんですけれども、生麹とね乾燥麹って作り方が違うんですね。で乾燥麹の場合だったりこの都麹とかの場合ですと、このね後ろにですね塩麹の作り方っていうのが分量がだいたい書いてありますので、こちらをね見ていただいて作っていただくのが良いかと思いますので、塩麹ってね塩分濃度が低かったりとかすると他の菌がね増殖しやすくなったりとかっていうところがありますので、書いてあるものをねぜひ読んで作ってみていただければと思います。はい、では塩麹7種類完成しました。
なんかね、こうやって並ぶとね、すごいですよね。まあ、塩麹、先ほどの作り方でね、簡単に作っただけなので、麹の種類があるとね、もうそれだけでいろんな味ができますので、塩麹でもね。これをね、試して、ね、お味見していきたいと思います。で、こちらのね、トマトもですね、全部同じ、このね、7種類の麹で、あえたものですね。ね、可愛いですよね。切ってあえただけですけど。はい。で、こちらの方も一緒に味見をしていきたいと思います。塩麹のね、実食からしていきたいと思います。塩麹ね、ちょっとしょっぱいですけれども、なかなかね、皆さん調味料だけの、このね、味って見たことない、感じたことない方もいらっしゃるかなと思うんで、よかったらね、塩麹だけの味見をね、していただければと思います。まずね、こちらは生麹の白米のですね、木麹ですね。こちらの塩麹からやっていきたいと思います。本当香りね、ちょっと甘い香りがちょっとだけするんですけど、あまりね、なんか癖があるって思う人もいらっしゃるかなと思うんですけど、全然癖ないので食べていきたいと思います。香りはいい香り、しょっぱいんでね、ちょっとずつ、おいしい。しょっぱいんですけど、本当になんか旨味がある感じなんですよね。甘みもありますし、旨味もある。美味しいです。美味しいです。はい。そして次はですね、玄米です。玄米の塩麹。玄米って結構消化が良くないとかっていう感じで、消化不良を起こしちゃったりするんで、ちびっことかね、玄米ってあまり避けた方がいいよって言われたりするんですけど、この麹になって、しかもこの塩麹とかになっているものは、すごく消化されやすいので、お子さんとかもね、この玄米の塩麹使えますので、で、栄養価はすごく高い。玄米の栄養価はそのまま入ってるっていう感じなので、おすすめです。はい、玄米食べます。ほんと玄米はね、香ばしいんですよ。全然本当に違います。白米と全然違う。これを入れるだけでめちゃくちゃ美味しいスープができるのが玄米の塩麹ですね。美味しい。でもちょっとなんかこうぬかの感じがするので、この、ね、白米よりもちょっとアルコールっぽい感じも若干味はしますね。はい。そしてですね、次は大麦の塩麹ですね。麦は玄米のなんと食物繊維4倍もあるので、腸内細菌たちのね、餌にこの子はなってくれるので、めちゃくちゃおすすめです。食べます。麦ってこのね、丸いのが大きいんですよ、お米に比べると。なのでこの中に塩味がギュッと入って、美味しさとね、お塩の味が入ってるので、私たちはこれをね、ご飯に混ぜて炊くだけのね、麦塩麹っていうのがあるんですけど、ご飯に混ぜて炊くことが多いんですよ。そうするとご飯ね、食べるだけでちょっとした塩味と、あと食物繊維がたっぷり取れるっていうところで、お子さんもね、大好きなので、これはね、お米に混ぜて炊くの結構おすすめですね。続いて黒麹の方の味見もしていきたいと思います。こちらはですね、黒白米の塩麹になります。こちらね、結構ね、粘土みたいになってますけど、酵素の力がね、すごく強いので、もうこうねっとりした感じになってます。酸っぱいんですよ、これ。ほんとね、この黒麹菌ってクエン酸を出すんですけど、白米がね、一番酸味がやっぱりね、分かりやすいんですよね。美味しい。ほんとね、梅の味にそっくりなんですよ。めっちゃ美味しい。私これ好きな、大好きなんで、はい、ぜひ皆さんにも食べてみていただきたいなと思いますね。続いて玄米の黒麹いきたいと思います。玄米はね、やっぱり殻があるので、黒麹でもね、この白米ほどはトロトロにならない感じになるんですけれども、食べます。こっちもめちゃめちゃ酸味がありますね。美味しい。やっぱこう玄米のね、複雑味とこの酸味と、なんとも言えないハーモニーなんですよね。美味しいです。美味しいしか言ってないな。はい。では続いて黒麦ですね。黒麦の塩麹、
黒麦はね、本当ね、これね、マニアック麹って呼んでるんですけど、美味しいんですよ。麹って出来によっても味が全然違うんですけど、この黒麦はね、すごい結構酸味もしっかりあって、若干の苦味があるっていうのが黒麦の結構特徴なんですけど、すごいバランス取れてて美味しい麹になってます。それなんかね、この乾燥か生かみたいな感じでよく討論になるんですけど、実際は生か乾燥かというよりは、その麹作りの工程だったりとか、その中での方が麹のね、こう違いって出てくるんですよ。生の中でも全然違うし、生だからいい、乾燥だからいいっていう感じではないので、そうだからね、結構どういう風に作ってるかとか、ホームページで載せてくださってる麹屋さんとか、あと酒造さんとか味噌蔵さんとかあるので、そういうところもね、見ていただくとすごくいいかなと思います。はい、そして最後にね、乾燥麹の塩麹食べていきたいと思います。はい、やっぱ塩味が強い、塩の味がすごい強い感じがするんですけど、でもまろやかでね、すごい美味しいです。ではね、これからこのトマトをですね、トマトにあえたものを食べていきたいと思います。まずはですね、白米の生の木麹ですね、の塩麹にあえたものを食べていきたいと思います。はい、どうかな、美味しい。なんかトマトがさらに美味しい。一番やっぱりね、癖がなくて誰もが好きなお味かなと思うので、よかったらね、これをやってみていただくといいかなと思います。続いて玄米ですね。玄米はそう、栄養価たっぷりなんでね、こういう風に塩麹にして使っていただくのすごいおすすめですね。はい、全然違う味。でもやっぱりこの玄米の香ばしさがまたトマトをね、さらに香ばしくしてくれて、なんか旨味が出てる感じがしますね。ほんとね、塩麹ってすごい不思議なんですよ。食材と合わせるとまた味が全然変わるので、食べてみてください、ぜひぜひ。続いて麦ですね。麦のね、白米、麦の木麹の、もう何のこっちゃって感じですね麦の木麹の塩麹と合わせたやつです。はい、なんかやっぱりこのね、プチプチしてる麦がところどころで塩感を出してきて美味しいです。続いてね、この黒白米の塩麹ですねにあえた、なんかトマトさんはね、ちょっと元気ない感じなんですけど、お野菜と合わせるとすごくいきなりまろやかになって、本当にお野菜のね、美味しさを出してくれるっていう感じで、全然酸っぱくないです。続いて玄米ですね。黒玄米の塩麹を合わせたものですね。なんかこういう風に器に入ってても可愛いですよね。野菜に合わせると黒玄米の方が酸味が残ってる感じがします。で、玄米って粒々が結構残ってるので、その玄米の粒々感のこの、噛んだ時の感じとかもね、すごい美味しいですね。酸味はこっちの方が感じます、逆に。不思議。次は麦ですね。黒麦の方いきたいと思います。こちらも優しいですね。黒麦もしっかりとトマトと馴染んでて、あんまり酸味これも感じないですね。そこまでまろやかになってて美味しいです。トマトの良さを、一番これが、玄米が一番酸味を感じますかね。美味しい。では最後に乾燥麹の方ね、食べていきたいと思います。乾燥麹もね、美味しいです。でもやっぱり塩味はやっぱり一番感じるかもしれないですね。このこっちと比べても塩味は感じます。でも美味しいですね。やっぱなんか食材に合わすと
食材の美味しさを塩麹たちが出してくれるっていう感じなので、タレもめちゃくちゃ美味しいです、ね、お好みがあるかなと思いますし、本当に、ね、合わせるものによって味は結構違いがあるので、ぜひぜひお好みを見つけていただくといいかなと思うし、なんかこういう感じでね、あえるだけとかだと一品としてもね出しやすいですよね。切ってあえればいいだけなんで、一品なんか欲しいなとか小鉢に乗せたいなみたいな時はぜひこんな感じでやっていただくと、トマトだとね赤だし可愛いしいいかなと思います。では実食は以上になります。はい、ね、実際食べてみるとね、いろいろ味が分かりますので、ぜひ皆さんも実食してみてください。ありがとうございます。はい、ではここからはですね、市販の塩麹もね使いたい、ちょっとね今日は塩麹の作り方とねお味見してましたけど、そこまで大変っていう方はぜひ市販のね塩麹もね選んでみて使ってみていただければと思います。おすすめのね塩麹ね、市販のものを今日はちょっとご用意したのでお話ししていきたいと思います。まずはねこちらのね塩麹ですね。はい、こちらはですね海の精を使用した万能調味料塩麹ということで、お塩もしっかりですね海の精を使っているというふうに書かれております。でお塩って本当にピンからキリまであるよってお話しさせていただいたので、あのね本当にお安いお塩を使われているものも正直あったりするので、お塩ね何に使われているかって書かれているとすごく安心して使えるかなと思います。そしてこちらはですね、本当に原材料として有機玄米とお塩という形で、これは玄米のね塩麹っていう形になるので、玄米のねあのそういった栄養素も取れるし、有機の玄米を使われてるって書いてあるので、その辺も安心してね使っていただけるかなと思います。そして続いてねこちらもおすすめですね、有機米の麹調味料というふうに書かれてて、有機米と食塩と、まあ、麹菌というふうに書かれてるんですけど、まあ、それが使われているという形になります。こちらはね玄米ではなさそうですけれども、麹菌とね書かれてるという形になっております。はい、そしてね市販の麹ももちろん塩麹もね美味しくていいんですけれども、加熱処理してねどうしても売られてるというところがありまして、酵素の力はねどうしても市販品って弱いんですよ。で、あのね酵素のお話をしている動画もあるので、ぜひそちらもね見ていただきたいんですけれども、麹がね出す酵素の力っていうのはすごい、やっぱりこの塩麹とかってメリットで、それをねあのお肉とかに合わせることでお肉が柔らかくなって、でもう消化しやすい状態になって食べることができるっていうのもすごいいいところなので、なかなか市販のその酵素はちょっと弱いかなっていう、ちょっとは残ってるかなっていう感じです。でもあのビタミンとかね栄養素に関してはこちらも取れますので、こっちもね使ってみていただければと思います。もうほんと簡単なんでね、塩麹ぜひご自身で作ってみていただくといいかなと思いますし、いろんな味にがねできますので、で何よりね、まあ、作るのも楽しいですし、自分で作ったねちょっとね自己肯定感上がる感じもね本当にありますので、ぜひよかったら自分でね作ってみていただければと思います。はい、酵素たっぷりなので、今日はねお野菜に合わせましたけど、ぜひいろんなお肉とかお魚とかにも合わせていただくのもいいかなと思いますし、乗っけて食べるあれもね美味しいので、よかったらやってみてください。はい、ではね市販の塩麹のご紹介でした。はい、では塩麹の活用についてお話をしていきたいと思います。塩麹ですね、お塩に比べて甘みとか旨味とかがもっとありますので、お塩としてはしょっぱさというのはお塩のねそのまま入れるよりももっとまろやかな状態になりますので、あのお塩入れるよりもね塩分濃度っていうのは下げてあの使うことができます。で旨味成分もあるので、しょっぱさというよりも旨味っていうところで味を補完することができますので、はい、塩麹ね、お塩の代わりにいろいろ使うことができます。で今日ですね、あのこちらの方ではトマトあえっていう形でやりましたけれども、あと野菜ね、いろんなものにあえていただくっていうのももちろん美味しいですし、あのお肉につけていただくっていうのももちろん美味しいですし、あとはお魚とかもですね、あの上に乗せてですねホイル焼きにしていただいたりとか、あとは本当に蒸し煮という形でしていただいたりしてもすごく美味しく、ふわっとしたお魚になりますのでおすすめです。
です。はい。そしてこれからのね、季節、お鍋の季節は本当にあのスープですね。お鍋のスープとして塩麹使っていただいてもすごく美味しいので、はい。いろんな形でですね、本当に塩麹って使えますので、ぜひぜひ使ってみてください。はい。ではここからは塩麹のね、メリットについてお話ししていきたいと思います。皆様ね、ここまで塩麹ね、完全版見ていただいて、どうでしょうか？塩麹作りたくなっていただけたでしょうか？はい。塩麹ね、食べる美容液っていう形なので、本当にね、食べて体の中からお肌をきれいにしてくれたり、腸内環境を整えてくれるので、いろんないいこと、イライラがなくなったりしますので、ぜひぜひね、ご自身で塩麹作ってみてください。ね、お塩ぜひね、選んでいただいてやっていただくと、とってもね、お肌がきれいになって、プルプルしてきて、そしてイライラしなくなってっていう形になるかなと思いますので、ぜひね、美肌とイライラを抑えたい、イライラしたくないという方はね、ぜひ塩麹作ってみていただくといいかなと思います。ね、いろんな使い方ありますので、本当にね、お塩を塩麹に変えるという形で使ってみていただくと、幅がぐっと広がるかなと思いますので、ぜひやってみてください。はい、ではね、最後まで皆さん見ていただいてありがとうございました。今日はね、塩麹完全版ということでですね、塩麹の作り方とね、麹の選び方っていうのと、あと市販のね、塩麹の選び方、おすすめ品もね、ご紹介させていただきましたね。本当に塩麹はね、万能なので、作ってね、食べていただくのおすすめです。そしてね、今日ご案内した黒麹の塩麹っていうのはね、食べられないですし、あとね、麦の塩麹もね、市販のものはやっぱ売ってないんですよ。で、ご飯に混ぜてね、炊くと美味しいよってお話させていただいたので、よかったらね、麦の麹も、お味噌屋さんとかね、お味噌の時期、今冬なのでお味噌仕込みのタイミングだったりするので、麦の麹もね、手に入ることが結構ありますので、よかったらね、そういうものも使って、塩麹作ってみていただければなというふうに思います。美味しくね、食べてね、元気になりますし、麹はね、ほんとビタミン B1 がたっぷりなので、疲れ知らずになるっていうところもありますし、お肌肌荒れっていうのはね、ほんと治してくれるっていうところもありますので、よかったらね、ぜひぜひ塩麹作ってみてください。はい、最後まで見ていただいてありがとうございます。はい、今のね、塩麹良かったよという方はね、ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いできればと思います。そしてベルマークもよかったら押してください。ベルマークです。はい。で、 LINE 公式もね、ありますので、麹のことね、いろいろ聞きたいなっていう方もね、いらっしゃるかなと思うので、よかったら登録していただければと思います。はい、ではまたね、麹のね、いろんなお話をしていきたいと思いますので、次回の動画でまたお会いできればと思います。今日も見ていただいてありがとうございました。またねー。